何かというとロケット機なんですね。ロケットなんですよ。で当時日本に B-29 という飛行機が日本の上空に高度1万メーターという高い高度でどんどんと20機30機の大編隊で爆弾を一斉に落とすものですから、それ絨毯爆撃なんですが、その飛行機の編隊が通り過ぎると下は火の海になったんですね。広島に原爆を落としたのも B-29、 その B-29 に対応するためにプロペラ機で行こうとすると約上昇だけで30分以上かかる。それから高度1万メーターというと酸素分圧が5分の1になっちゃうもんですから、エンジンがですね、酸素が不足して十分な出力が得られないということで、一番上と上がってもフラフラの状態だったんですね。だから B-20 が落とそうなんて落とせないんですよ。体当たりぐらいしかないという形だったんです。そこで同じようにドイツも連合軍側に高高度爆撃されてたら、ドイツはすぐロケット戦闘機を開発してきた。でこれで連合軍側を震え上がらせたもんですから、日本もすぐこれを採用しようということで、当時日本とドイツが軍事協定を結びましたので、その図面を買うということになったんです。で図面を買って2隻の潜水艦でドイツを出たんですけども、積み込んで1隻はフランス沖、1隻は東シナ海で撃沈されてしまって、完全な図面は日本には届かなかった。だからこれの開発なんですね、約11ヶ月遅れてしまったものですから、出来上がったのが7月の、7日で、終戦が8月という形で1回も実戦には使ってない。テスト飛行では飛びましたけどね、まあ、そういう機体です。でドイツでじゃあどんな飛び方してたのというのを3分ぐらいの映像で分かりやすいのがありますので、これでご説明させていただきます。でドイツでは名前がメッサーシュミットの163という形で、形とかなんかがほとんど同じだからよく見てますよね。でこれでもって地上でもって待機をしてるんですよ。で高高度爆撃機が来たよって言って情報が入ると、これから飛び上がってくるんです。でしかしながら胴体のこのズームリムックの胴体でロケット燃料を満タンにしても飛行時間はわずか10分しか取れない。でこのようにして今戦闘機が来る、爆撃機が来たよということで、これがエンジンをかけて出てくるんです。でその代わり高度1万メーターまでわずか3分で上がっちゃうんです。で、あとの1分で索敵をやって6分が戦闘時間ということで、で今エンジンかけてますが、推力が非常に大きいものですから、こんな小さな機体なのに車輪はあのくらいの大きさがいるんですね。だけどあれをこう畳む場所がないから、離陸と同時にあの車輪を捨てていくんですよ。でそんな映像がこれに今出てきますので、これがなかなかおおっていうような映像になります。今離陸します。車輪見てました。ね、でダーッと加速して、でピッチがこう50度ぐらいポッと上げたら、もうそのままロケットと一緒でさーっと高度1万メートル3分で上がっちゃう。で水平飛行にバーンと移ると、飛来する爆撃機はパイロットは容易に見つけることができるんですね。で見つけたら両方に30ミリ砲持ってますので、ここの中へどんどん入っていって撃つわけです。でこの飛行機を落とそうと思っても戦闘機じゃ速度が大きいから落とせないんですね。で、電話が震え上がったんです。だけどこうやって攻撃をしてるんですが、燃料は先ほど言ったように戦闘時間6分ぐらいしかないから、ボーンとエンジン止まっちゃうんです。そうすると高度のエネルギーを速度に変えるために戦場離脱って、そこからバーン真っ逆さまにこれ降りてくるんですよ。で危険なエリアから脱したら、もうこれね、今燃料はもうありませんので、滑空で飛んで基地に帰っていく。でこれが今これ滑空している、悠々たる滑空している姿なんですが、これを残念ながら連合軍側に見つかっちゃうんですね。と連合軍側はもう爆撃を落とされてもいいと、こいつをその後に戦闘機を連れてって、このまま滑空している飛行機を落とせっていうことで、バンバンと今度落とすようになったの。なのだからあっという間に消耗していくもんだから、日本政府もそれは分かってるもんですから、これをいっぺんに1000機作れって言って三菱にオーダーがあって、その1000機作ってる間に終戦になったと
いう、そういう過程なんです。で、離陸したら車輪を捨てますので、その着陸はどうするかというと、この胴体下面に、これドイツの図面ですが、このソリンが中にポンと入ってるんです。で、それをバーンと出すと、ああいう形になるんです。で、あれはソリンで草地の上を追っていったんです。で、速度がだん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 落ちてくると翼がフラフラしますよね。だから翼端の先が丸く膨らんでますね。あの翼端っていうか、翼の向こうの下の方がね。で、このソリはそもそも減速率がめちゃくちゃ速いから、だからすぐ止まっちゃうんですよ。ポンポンって数回こうやってついたら止まっちゃう。そういう飛行機です。で、ドイツはオールメタルっていうの、みんな金属ですが、日本はもう終戦間近になってくると、その資源の不足で、だからこれ主翼1000機分も大変だから、これ何で作ったかって、木で作ったんですこれが木なんですね。そういう、まあ、機体なんです。で、パイロットがこれに対して訓練をしなくちゃならないので、エンジンが、やっぱ開発が遅れてたのに近い、エンジンの出来が遅かったんですね。で、パイロットはエンジン付きでない飛行機に、機首の下に丸い穴がありますけども、あそこにフックっていうのをつけて、あそこにワイヤーかけて、ほんで天山っていう攻撃機で引っ張って、で上上がって約 1000m ぐらい行ったところで、そのパンチアウトして切って、で滑空で降りてくる、そのトレーニングをやったんです。でその時に離陸する時は、あの車輪も離陸するまではあの車輪ついてますので、でこの間87歳のおじいさんがね、私は戦時中、こいつの車輪係やっとったんですよ、ね。そしたら、その車輪を拾うのに、なんか10人ぐらい、5人、5人ぐらい、滑走路の際に追って、こいつがボーンと落としたら、そいつを回収してくる。だけど、命拾いをしたっていうわけですよ。何かと言ったら、先ほど車輪パーンと捨てましたね。速度のあるところでこういうものをバーンと落とすと、ものすごいアンイレギュラーな動きをして、とっとっと回るわけです、この車輪が。で、それに当たって大怪我した人もいるんだっていう言ってました。まあ、そういう機会です。それから、あとこの年表というので上を見ていただきますと、大体飛行機の開発状況というのは分かるんですが、まあ、目でパッと見られるのは、そこのガラスのケースの中に海軍機、陸軍機、民間機と、これを時代中